広告が、その、全国、あの、勝ったりとかしてないんだけど、なんかそういう、ないけど、プロで出してんのは、結局あれなんですよ。高校サッカーもいかにいい選手スカウトするかっていう、まず質のところなんですよ。で、あとはフィジカル、その、ね、だってもう体が全然違うじゃん、いい選手って。そういう選手を集めて、そこに何を教えれるかとか、そこの素材でやるかっていうので、広告の場合は、だからあの、 そのフィジカル的なあの素材がさ整ってるからこそプロいけて、そういう選手にいい指導してるから、だから実際にチームが出してる実績よりもあのプロの人数が多いっていう、そのいい素材が来たときにそれを育て,てきるあのだけのことはやってるみたいな、でも魔法使いじゃないから全員育てられるわけじゃないし、そういう選手が、まあ、多い青森山田とか強くなりますよ。